第3回、ビクトリアマイルビクトリアマイルは、日本中央競馬会が、東京競馬場で執行する、中央競馬の春の4歳以上の、牝馬マイル重賞競争である。競争名の、ビクトリアは、ローマ神話に登場する勝利の女神。聖賞は、日本橋協会連合会会長賞、ブリーダーズカップチャレンジ賞。競走馬生産の原点である牝馬は、従来、 早期に引退させて生産会へ戻すべきと考えられており、小馬頻馬にとって目標となる競争も長らく設けられていなかった。その後1996年にエリザベス女王杯が条件変更され、4歳以上頻馬の GI 競争として行われるようになってからは、頻馬重傷競争の増設やローテーションの整備など、競馬番組の充実が図られるようになり、 競争馬として長く活躍する牝馬が多くなった。一方、こうして長く現役として活躍した牝馬からも優秀な産区が誕生するようになったことにより生産界の考え方にも変化が生じてきたほか、ヨーロッパでも競争馬としての牝馬の価値を重視する傾向が強まってきた。こうした流れの中、2006年に4歳以上、牝馬による春季のチャンピオン決定戦として、 本競争が新設された。なお、本競争の創設に関して、JRA 内では、内国産競争馬のレベル向上のため、競合品馬は早く引退して、繁殖品馬になるべき。レースに出ては故障してしまう、という反対意見もあった。創設時より、国際競争として、外国馬が出走可能で、ステップ競争で所定の成績を収めた。 地方競馬所属馬も出走が可能となっている。2017年より本競争の1から3着馬には当概念に行われるジャックル・マロワ賞への優先出走権が付与されることになった。2018年より安田記念とともにデスティナシオン・フランスの名称でジャックル・マロワ賞と提携。2021年よりムーランド・ロンシャン賞も対象競争に追加され、 上位3等に優先出走権が付与される。2020年からブリーダーズカップチャレンジの対象競争に指定され、優勝場には当該年のブリーダーズカップフィリーメアターフへの優先出走権と出走登録料、輸送費用の一部負担の特権が付与される。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上牝馬負担重量。 定量出馬投票を行った馬のうち、優先出走権を持つ馬から優先して割り当て、その他の馬は、通算収得賞金、過去1年間の収得賞金、過去2年間の GIJ プニー競争の収得賞金の総計が多い順に出走できる。優先出走権外国調競馬、及び、レーティング順位の上位5等は優先出走できる。地方競馬所属馬は、 同年に行われる下表の競争のいずれかで2着以内の成績を収めた馬に優先出走権が与えられる。上記のほか、高松の宮記念及び大阪杯で2着以内の成績を収めた地方競馬所属馬は、本競争か安田記念のいずれか1競争に優先出走できる。また、指定された外国の国際 G1 競争及び地方競馬で行われる、 ダート交流 GIJ プーニー競争を優勝した地方競馬所属馬には本競争の出走資格が与えられる。2021年の一着賞金は1億500万円で、以下2着4200万円、3着2600万円、4着1600万円、5着1050万円。各界競争結果の出展。ありがとうございます。